なのに二度も救われるなんて。僕が死んだのもあの一族が死んだのもお前のせいじゃない。全部全部私が。このまま佐伯先輩ルートのエンディングに突入するのかと思った。ん？兄さん！ちゅっ！またしちゃった。き。き？緊急家族会議！エスデスさん、俺に痛みをくれ。辰巳、そういう趣味だとは。いや、そうじゃなくて！わかった。行くぞ。幻覚などではない。感覚がリアルすぎる。これなんだと思う？コンボかな。どうした？さっき食べすぎて。大丈夫、飲めた。何を？私、ヒロタカとはフェアでいたいの。え、ごめん、何言ってんのか分かんない。もしちょっとでも私のことひどいやつだと思ってるなら我慢しないで一発殴ってくれていいから。分かった。オッケー、分かった、いいよ。口閉じた方がいいよ。はい！なんで？さ、俺ならグリちゃんにぴったりだと思わない？ああ、すいません。なんだこりゃ。体液の交換って矢坂くん、まさかニャルコちゃんと。まひろさん、変な、なんだよ。やめろ。女の子に手あげるなんて何考えてんだ。ちゃんとみんなに謝れ。何言ってんだおめえ。女舐めてんじゃねえよ。土下座して詫びな。大使、バカですね、セイジさんは。よいしょ。よし、すっきりした。今日は飲み明かそうな。大丈夫。しよ。愛の件はどうだったの？冬海には間違いなく彼氏がいる。ちょっとは俺の言うことも信用したらどうだよ。ごめんなさい。何？ご褒美よ。いい話を聞かせてくれた。お前命の恩人だからね、坊やは。何すんのよ。むしろ俺はカミネの方がベタベタするの嫌なのかと思ってた。じゃあ俺もわがまま言っていいか？行かないで。あ、めっちゃやだ。ち
て。ここまで運んできたんだろう。あなたは…まさか…殺される…叫上我误会，那就让我来消除误会吧。可以啊，完了完了，我要被强暴了，救命啊！それでは誓いのキスを。京都を大切にしてね。はい。ではリアスお姉様、行ってまいります。行ってきます。それじゃあ行ってきます。部長、部長、行ってらっしゃいのキス。どうしてここに？さ、帰ろうぜ。はい。わかった！ここは一つ、あれを試してみませんか？何？眠れる姫をもこすお約束のあれですね。はやっ！全然生き返れないじゃない！そら15分もやってたら生きてても死にますよ。あ、では次は私が。あなたに興味があります。あ、あ、あ、ゆずちゃん。神様を愛しているはず。なのに。おお、ゆずちゃん。え？つつつつ。ほら、やっぱり。ま、俺は失望しないけどね。会長が何をしてようと。ほら証拠。最短距離。何言ってるんだお前、なんでそこまでしようとするんだよ。なんでって、そりゃあ。荒木さん、私への鼻向けだと思ってここはぜひ。それを体で分からせてあげるよ。痛い方？それとも気持ちいい方？俺はしきみさんのものには絶対にならん。こんな無理やり。誰か助け。まずいです。デコモリ。任せて、ユータは私が守る。大丈夫か？今ちょっと
俺が認めてやる。俺がお前の全存在を肯定してやる。好きなんだよ。お前が好きなんだよ。顔見てるとドキドキするんだよ。それって好きってことだろ。嘘だったら殺すわよ。嘘じゃねえよ。ちょっと待って。ちょっとサイト。悪いが遊んでる暇はないんだ。